少し方向入れ替わりまして、これよりファイナルクォーター第4クォーターに入ります。三打小雲間自陣34ヤードからフォースダウン10パントフォーメーションを選択します。先ほどはこのパントシーンでビッグプレーがありました。今度は果たしてどうなるでしょうか。ここで三打小雲間が後半1回目のタイムアウトを取ります。後半第4クォーターその最初のワンプレー目でしたが、ここで何か策を講じていたのでしょうか。タイムアウトを取りました。ここで再び三打小雲間にナンバー変更があります。77番つけておりました松下、再び有資格補給者の15番に戻しました。さあ第4クォーターのそのワンプレー目に入ります。三打小雲間フォースダウン10、かなりのビッグパンチ。ナイスパンチ。ここで三打小雲間73番見事なビッグパントを決めました。一気にボールを滝川高校陣15ヤード地点に戻しまして、この位置での攻守交代です。陣地厳しいかと思いましたが、結果的には滝川を大きく押し返す形に成功しました。三打小雲間素晴らしいパントをしましたが、73番の樋口、塩瀬中学校出身の3回生。さあこの状況を打開できるでしょうか。滝川高校自陣15ヤードからの攻撃に入ります。滝川高校ファーストアンテン、パス不成功、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。ディフェンスに反則がありました。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。5ヤードバッタリとなります。先ほどのプレー自体が無効となり、滝川高校5ヤード前進しファーストダウンをやり直しという形になります。優位をそのまま得点に結びつけたいと三打小雲間少し気が流行った模様です。結果的に滝川高校自陣21ヤードに入りましてのファーストダウン5、攻撃権更新、必要距離は5ヤードとなりました。ここでホイッスル。現在フィールド上に負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが取られています。試合再開です。滝川高校自陣21ヤードからファーストダウン5、さあまずランプレーから入りました。何枠9番ハンドオフ託されまして左オープンに展開、しかしこれは三打小雲間もディフェンス対応しておりまして原因はわずかとなっております。ここで負傷者が発生していますのでレフェリータイムアウトが入りました。
ゲインは約1ヤードです。1ヤードでした。キャリアは滝川高校9番の西、滝川中学校出身の2回生。試合再開となります。滝川高校セカンドダウンスリー。さあここでクォーターバックキープ。しかしここでイエローフラグ、反則が発生しています。先ほどクォーターバックに0番のギャンディが入っていました。滝川中学校出身の2回生。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。アメリカンフットボール、ボールを持っているチームは相手選手を掴んではいけません。握ってもいけません。この反則により、反則発生時点により10ヤード抜退しまして、セカンドダウンやり直しとなります。滝川高校セカンドダウン12、ボールオンは自陣14ヤード。さあここで中央へのランプレーを選択した。味方ブロッカーを集めましてパワープレーで一気に押し込もうとします。キャリア9番。しかしゲインは約3ヤードにとどまっています。サンダー、ショーンカもディフェンス陣奮闘をしております。滝川高校サーダン8、ファースト。ここで何枠9番ハンドオフを受けまして、ブロッカーの隙間をすり抜けるように中央突破、一気に攻撃権更新果たしました。滝川高校ファースト。素晴らしいランを決めましたのは滝川高校のランニングバックの9番の西、滝川中学校出身の2回生。現在フィード上負傷者が発生しているため、一旦試合は中断しております。しかし滝川高校、厳しい状況を見事に突破しております。さあ試合再開です。滝川高校自陣38ヤードに入りましてのファーストダウン10。ファイター。さあここでクォーターバックキープ。ランニングバックに引きつけて自らキープを選択しました。クォーターバック0番、左オープンかけがありまして約
7ヤードのゲイン。クォーターバック0番はギャンディ。滝川中学校出身の2回生。滝川高校、はい、自陣45ヤードからセカンドダウン3。ここでホイッスル。滝川高校、ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。双方とも白熱した攻防戦になっておりますが、現在試合をリードしています。しております。滝川高校の攻撃が続いております。アメリカンフットボールは最終的に試合終了となった段階で1点でも上回っているチームが勝利という形になります。勝っているチームはできる限り時間を消化し、そしてできる限り自分たちがボールを所有したまま試合を終えることが望ましいとされています。対しまして現在失点し、不利なチームはできるだけ少ない時間で得点を上げなければいけません。この時間をかけた攻防、現在行われております。原さん、兵庫県で一番強いのはどこ？それはその時によって違うというのが私の考えでありますが、一般的には関西学院高等学校が最も強いというふうに風評は立っております。しかしそれが全ての学年その世代で通用するかどうかというのは実際にその試合をご覧いただければと思います。さあ試合再開です。滝川高校セカンドダウンスリーランプレーを投入。ナイスラン、ファーストラン。滝川高校見事ランプレーにより攻撃権更新果たしまして、リセットしまして1回目の攻撃に戻しました。素晴らしいランを展開しましたのは滝川高校ランニングバック10番の塩見。滝川中学校出身の1回生です。滝川高校ハーフウェイからファーストアンテン。さあここで中央へのランプレーを続けます。今度はキャリア11番、しかしこれは三打小運間15番見事対応しまして、このランプレーノーゲインとしています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。先ほどのランプレーゲイン1ヤードに訂正させていただきます。滝川高校はここで1年生のプレーを続けて投入しております。先ほどのランプレーキャリアは11番の福永でした。滝川中学出身の1回生です。ディフェンス止まってるけどずるずるいったらあかんで、ずるずるいったらあかん。試合再開となります。滝川高校セカンドダウン内、ボールオン相手陣49ヤード。ナイスです。ここでクォーターバック0番のキーププレーを展開しようとしました滝川高校。しかし三打小運間ディフェンス陣佐藤。0番を追い詰めまして最終的に15番が仕留めまして大きくロストを変えています。ここでウォーターブレイクとなります。
徐々にその人数の有利を生かしまして滝川高校が試合を主導権取ろうとしておりましたが、しかし三打昇雲館屈しません。ここでディフェンスで相手を押し返しまして、現在サードダウンロングの状況に追い込んでウォーターブレイクに入っております。その差はわずか7点、ワンポゼッション差リードです。一瞬の隙でもありましたら、その状況を一気に覆るという状況がまだ続いております。その決着がつきますのは残り5分の攻防によって行われます。さあ試合再開となります。滝川高校自陣40ヤードからサーダン20、ここでランプレーという最も期待するべきランニング枠9番に託しました。原因はしていますが、しかしフォースダウンとなります。三打昇雲館、ここで滝川高校の攻撃を食い止めました。滝川高校フォースダウン11、ボールオン自陣49ヤード、ここで反則となります。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤード抜体となります。しかしこれは意図的に取った反則だと思われます。ボールの位置が相手に近い位置にあったため、パントをしました場合にはエンドゾーンに入り、その獲得距離を失う自陣20ヤードと効果を失う可能性が高いと判断し、あえて反則となって5ヤード下がり、その距離を稼ぐ形を選択しました。さあこの判断が吉と出ますでしょうか、凶と出るでしょうか。ボールオンは自陣44ヤードの位置から滝川高校フォースダウン16。パンターは0番のギャンディー。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。失礼します、クロック確認のため一旦画面を切り替えます。ここでオフェンスの反則がありました。フォルススタート、不正なスタートを切りました。さらに5ヤード下がりまして、フォースダウンやり直しとなります。滝川高校フォースダウン21でパントフォーメーションを選択。さあトラブルが発生している。パンター01、なんとかこれをリカバーしパントを蹴ることには成功しましたが、自陣脱することできず、滝川陣45ヤード付近で攻守交代となります。結果的にはこの反則により交代したことがあだとなってしまう形になりましたが、三打昇雲館逆にここをつけることができるでしょうか。ボールオンは相手陣46ヤードの位置にあります。三打昇雲館、さあここから攻撃に入ります。三打昇雲館ファーストダウン10。
ス不成功。ここでクォーターバック1番ロングパスを投じました。ターゲットは22番でしたが、このパスコントロールミスによりパス不成功となっています。ダウン1つ進んでセカンドダウンに変わります。3打者運管セカンドダウン10。パス不成功。再びクォーターバック0番パスプレーに転じました。ターゲットは0番でしたが、これもディフェンスカバーありましてパス不成功となっています。3打者運管サードダウンに変わります。3打者運管サードダウン10。ここでクォーターバック三度のパスプレーに転じようとしましたが、これを見計らって滝川ディフェンス陣佐と投じる前にその選手を仕留め、そこでボールをファンブル誘発しました。大きく後方に点々としましたボールを抑えたのは滝川高校63番。滝川高校攻撃権獲得です。ファンブルイカはターンオーバー。滝川はここでディフェンス陣見せまして攻撃を奪い返す形に成功しました。現在フィールド上負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが取られています。さあ攻撃権変わりまして滝川高校の攻撃に入ります。滝川高校相手陣32ヤードからファーストダウン10。しかし3打者運管ひるまない。ディフェンス殺到、ランプレーを見事73番76番殺到しましてこのラン阻止しました。約4ヤードロス。73番樋口、76番の塩田、素晴らしいディフェンスでした。滝川高校セカンドダウン14。さあこれを止めた滝川高校もランプレーで突破を図ります。しかしこれも三打小運管76番と53番対応しましてゲインほとんどありません。ここでホイッスル。三打小運管ここで後半2回目のタイムアウトを取ります。試合時間残りわずかとなり刻一刻と試合終了間近になっております。ここの状況でディフェンスでタイムアウトを取りました。時計は1分54秒で止まっております。
さあこのチャンスで滝川高校は円陣を組みまして、その作戦最終確認を行っています。試合再開となります。滝川高校相手陣38ヤードからセカンドダウン14、試合時間残り1分54秒。ここも3打ショーンカンのディフェンスです。ディフェンスライン76番、見事なチャージを決めましてロスタックルを奪っています。ここでホイッスル、3打ショーンカン、ここで全てのタイムアウトを使いました。さあこの攻防、見事な攻防が続いておりますが、三打ショーンカン見事に食い止めました。ダウンインジケーターの更新誤っておりましたが、現在滝川高校フォースダウンロングの状況で、三打ショーンカンが後半最後のタイムアウトを使って試合を止めております。滝川高校フォースダウン21でパントフォーメーションを選択します。さあこのパントはプレッシャーによりましてそれほど奥へ蹴り込むことができず、サンダーショーンカン高校陣27ヤード付近あたりで外へ出て、この位置での攻守交代となります。現在フィード上負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。現在フィールド上のクロックが裸眼では確認できないほどの暗闇になっておりますので、申し訳ありませんが、ここからの時計に関しては画面上はあくまで参考の時計としてご覧ください。残り時間は1分40秒少々となっていると思われます。さあ試合再開します。三打ショーンカン反撃になるでしょうか。ファーストダウン10。アウトアウト。パスは通った。さらに行く。ナイスキャッチ。クォーターバック1番、15番にパスを通し、15番セカンドエフォートで約9ヤードのゲイン。しかし時計は回り続けております。三打ショーンカン、セカンドダウン残り1ヤード。これは滝川がディフェンス見せた。この1ヤードランプレーで突破を図りましたが、しかしこれを阻止、2ヤードロス。ここで負傷者が発生しておりますので、レフリーがタイムアウトを取りました。
残り時間、試合時間1分を切っておりますので、オフェンスの反則により負傷の場合は10秒の減算となります。従いまして試合時間残り44秒で試合再開となります。さあ時計回ります。三打昇雲館サーダウン3インターセプトターンオーバー。クォーターバック一番プレッシャーを浴びながらなんとかパスを投じようとしましたが、その投じた腕をリフレクト、浮いたボールを取りましたのは滝川高校78番、インターセプトにより失礼しました、反則が発生しておりました。ディフェンスの反則です。ラフィングザパサー、パスを投じる選手に対しての過剰なヒットです。この反則は危険なため重大な反則として扱われます。反則発生地点から15ヤードの抜体、しかもオートマチックファーストダウンとなります。先ほどのプレー投げ終わる途中だったかもしれませんが、この状態でヒットを受けることが危険と判断され、ラフィングザパサーの判定が下されました。さあ大きく前進する形で攻撃を継続する形になりましたが、三打昇雲館残り時間は27秒となっています。これをここで起死回生のワンプレー見せることができるでしょうか。滝川高校この27秒をしのぎ切ることができるでしょうか。ボールオン49ヤード三打昇雲館ファーストアンテン、試合時間残り27秒。パス不成功。ここで左に展開した22番にパスを投じましたが、わずかにオーバースロー、パス不成功となっています。三打昇雲館セカンドダウンと変わります。前パス失敗ですので時計は止まります。三打昇雲館セカンドダウン10、エンドゾーンまで残り51ヤード。ファイトファイト、パス不成功。このパスを滝川パスカットしました。パス不成功、サーダウンに変わります。さあ攻撃権更新ならない場合にはあと攻撃の機会は2回。三打昇雲館自陣49ヤードからサーダウン10。健康心ファースター。
ここで負傷者が発生しています。負傷者が発生しています。タイムアウトが入ります。ここでの負傷者は相手側ディフェンス側の滝川の選手のようです。減算措置はオフェンスの選手に負傷があった場合に発生します。従いましてここでの減算は発生しません。残り時間10秒となっています。三打昇雲間相手陣38ヤードの位置からのファースト3点。試合時間残り時間10秒。さあ時計回った。パス不成功。ここでフェイクを入れてからのパスを投じましたがこのパスは不成功です。しかしパス失敗ですので時計とも止まります。残り時間確認します。残り時間3秒。残り時間3秒。三打勝運間セカンドアンテン。残り時間3秒ボールオン相手陣38ヤード。ここでホイッスル。オフェンスの反則です。リレーオブザゲーム。制限時間内にプレーを始めませんでした。5ヤード抜体という形になります。ここで オフサイドトラップですね。あえてハードカウントをし相手のオフサイドを誘発しようとしましたがしかし滝が見事これを自重しました。心理作戦含めた攻防がこの残り3秒で行われています。自陣43ヤードに下がりましたが三打勝負間セカンドダウン15。残り3秒のラストプレー。ここでホイッスル。ここで滝川は後半2回目のタイムアウトを取りました。ギリギリの心理戦含めた攻防になっています。この残り時間3秒をかけたワンプレー。互いにありとあらゆる手数を尽くしております。さあ間もなくそのワンプレーが披露されます。ボールオンは三打勝運間相手陣43ヤード。セカンドダウン15。残り時間3秒。よっしゃー、インターセプト。ここでのワンプレーをしかし取りましたのは滝川高校63番がインターセプトしました。ここで攻守交代プレーが終了する形になります。そして試合時間なくなりました。両チーム素晴らしい戦いでした。試合は滝川高校ブルーインズが20点、
三打小雲間タイタンズ13点で滝川高校の勝利となりました。しかし両チーム素晴らしい戦いぶりでした。健闘をたたえ合う両チーム、素晴らしいエールを皆様ご提供お願いいたします。非常に厳しいながらの滝川高校見事に勝利しました。しかし三打小雲間も復帰間がない状況ながら、その初戦単独チーム残りわずか12名ながら、素晴らしいその人数の不利を感じない見事な戦いぶりでした。ナイスファイトでした。素晴らしい戦いでした。今シーズンの最後の挑戦となります、お互いのチームの秋シーズンのその開幕戦になりますが、その状況にふさわしい見事な戦いぶりでした。コロナ禍にありまして厳しい状況にありましても、それをくぐり抜けて戦い抜いたその勇姿と闘志に敬意を表したいと思います。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その友は他の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大高校で中学で名を轟かしたスタープレイヤーが持たせてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に憧れ、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくる強者かもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑むことには至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、ここでこの配信は終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は高校アメリカンフットボール協会兵庫県の支部の許可を得まして、そして私のまな弟子月曜から雨とバーニーの依頼を受けまして実現いたしました。その配信を実施いたしましたのは私道楽屋理茶です。また機会ございましたらお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。